3月26日にワールドカップアジア2次予選にて北朝鮮との対戦が平壌で行われることが決定した。ちなみに21日には日本の国立競技場でも対戦することが決定している。そして北朝鮮が国際試合を自国で開催するのは2019年10月15日にカタールワールドカップ予選で韓国と戦った無観客試合以来およそ4年半ぶり。日本が平壌で対峙するのは2011年11月15日のブラジルワールドカップ予選ゲーム0対1で日本が敗北以来12年半ぶりとなる。ちなみに当時の日本代表の FIFA ランクは17位、そして北朝鮮は124位だ。北朝鮮は情報は少なく不確定要素が多い相手であり、これまで日本は過去に4度アウェーゲームを戦っているが成績は2分け2敗と1度も勝っていない。さらに驚くべき事実が、日本は4度のアウェー戦で1点も奪っていない。難敵であるのは間違いないが、個人的にはリーグ戦で佳境を迎えている海外組の選考について考えてみた。まずはいろいろな意味で伊東純也は招集しなければならないだろう。三笘が怪我で招集できない以上、快速ドリブラーであり一人で複数人を任せる選手の起用は現実が乏しい。森保ジャパンでは最優先事項であり生命線である。そして中盤では川辺早織に招集していただきたい。少ない時間ではあるが代表でのパフォーマンスも非常に高く、今季のベルギーリーグでも7ゴール5アシストを記録している。攻守ともに能力が高く、ハードワークにも定評があり、遠藤や森田の控えとしても申し分ない実力の持ち主だ。そして攻撃力だけにフォーカスするならこの2人よりも上かもしれない。失点を恐れる、あまり守備的な中盤を好む森保ジャパンにうってつけの選手だと思われる。そして忘れていけないのは森田、遠藤の両者は現在リーグで優勝争いの真っ只中であること。2人ともクラブで欠かせない主力であり、怪我でも使用者なら優勝争いに多大な影響を与える可能性もある。ましてや北朝鮮が相手なら本来であれば新戦力を試したいところではあるが、スポンサーの犬である某監督はためらうことなく招集する可能性が高いと思われる。同じく中盤では他の海舟の起用にも期待したい。こちらの選手も攻守ともに能力が高く、中盤のビルドアップに決まり事がない森保ジャパンでは重宝されるべき選手と思われる。森田、遠藤ほどではないが守備力も高く、チームのためにしっかり汗をかけるタイプだ。そして攻撃面に関しては両者より上かもしれない。ドリブルで打開をしたり味方が動き出す時間を稼げるほど足元の技術と判断力が高い。ある程度の守備力を担保しつつもビルドアップ能力が高く、日本語自慢の2列目の選手を生かすにはもってこいの選手。最終ラインに関してはプレミアリーグに移籍をした橋岡大樹も気になるところ。まだ移籍したばかりでレギュラーには慣れていないが、着実に出場時間を伸ばしている。上下の運動が激しくフィジカル的にも戦えるタイプの選手であることから森保監督好みの選手と言えるだろう。現時点では菅原が代表のレギュラー格だが、フィジカルコンタクトを厭わないという点ではフィジカルコンタクトが激しい相手には有効かもしれない。そして最も期待度が高いのは小川航基。オランダに渡り移籍、初年度ながらすでに12得点を記録。意外と中盤に降りてビルドアップを助ける動きもあり、代表でそのプレーが許されるかもわからないが、もし許されるのであれば得点以外にも起爆剤となれる可能性を秘めていると思われる。最後に招集される可能性は低いかもしれないが、鎌田大地を個人的には推したい。クラブでのパフォーマンスを考慮すれば決して招集されるに値しないが、過去にもそういった選手は大勢いた。ご利用しできる相手なら南野がトップ下でも問題ないが、アジアカップでのイランやイラクのように中盤でのプレスが強いチームの相手の際は、友や鎌田のようにボールを預けても問題ない。安心感と足元の技術、判断力が高い選手が必須だ。もし組織的に守備が整備された相手なら南野は無力となる可能性が高い。なぜなら彼は中盤には降りず前線で待機し積極的にゴールを狙うタイプだから、トップ下というよりはシャドウの選手である。鎌田であればトップ下中盤の両方でのプレーが可能で、状況次第では久保を右に置く、もしくは怪我で欠場等のアクシデントがあった際に代わりが効く。当然より攻撃的に攻めなければならない展開ではボランチとしての起用も可能、守備力も決して低いわけではない。実際に誰が招集されるかは森保のみぞ知るところだが、もし再び怪我明けの冨安を招集したらウーナーの皆さんは暴動